ではこのモードで始めるね。では始めるよ。お願いします。知ってる。正解だよ。これだよ。正解だよ。知ってる。はい、そうだね。これだよ。正解だよ。あと1問。これだよ。はい、そうだね。やったね。パーフェクトだよ。うん、バッチリ。それじゃあ、では始めるぞ。お願いします。これだよ。違う。これだよ。その通り。いいぞ。知ってる。それではない。知ってる。よし、いいぞ。これだよ。正解だ。うん、合格だ。いい調子。それじゃあまず予習をしておきましょうか。では始めよう。お願いします。ではトーナメントに参加する生徒の皆さんを紹介します。それでは予選開始。張り切っちゃうからね。なんで
番線の上位3名と平均点を発表します。もらったね。うんうん。次は予選敗退の生徒さんです。残念だけどここでお別れなの。ごめんね。次は準決勝敗退の生徒さんです。残念だけどここでお別れなの。ごめんね。ついに決勝戦。4人が選んだクイズで競います。クイズのジャンルと出題形式を選んでね。
と一歩だったね。次こそ優勝だよ。もう少しだったのに。今度は大丈夫。